はい、どうも、どうも、シーのこんな漫画を読んだよということで、最近は私はもう紙の本はほとんど買わないっていうか、全然買わないです。電子書籍しか買わないです。で、昨日は3冊ぐらい買ったんですけど、なんだっけ、錬金と転生した大聖女と精霊たちの総楽園と理想の裏。ebook ってさ、無料で読める漫画結構面白いんですよね。で、昨日すごい良かったのはどこだっけ？異世界のやつ。ランキング異世界のね。1位じゃないんだけど、これ、そう、素材採取生活が良かったですよ、これ。異世界のんびり素材採取生活。ただちょっとね、量が少なかった。分量が少なかった。無料なのが1巻だけだったんで、ちょっとね、読み手が足りないかなと思ったんですけど。で、錬金は、惰性で読んでるんですけど、まあ、面白いかって言われたら、まあ、あまり面白くない かったかなっていう。まあ、量も少ないですね。で、転生した大聖女はね、まあ、相変わらず面白いんですけど、これさ、あれなんですよね。量が多かったんですけど、これって、分類的には女性向けに入るんですかね。まあ、主人公女だからかもしれません。女性向けなんですか。でも、普通に面白いです。私、異世界ものは女性向けも読みますけどね。そう考えると、なんか女性向けの異世界ものっていうと、なんだっけ、悪女うんたらかんたらみたいな、逆ハーレムみたいなやつでしょ。まあそう言われれば、あれも逆ハーレム状態の時、普通に面白いと思います。まあ、アニメ化してない。普通におっさんが読んでも面白いと思いますけど、そのあれ感はないんだけどね。そのだから、周りが美男子、美青年揃いで、まあ皆さん素敵みたいなのは一切感じないんですけど、そういうのを排除しても、お話的に面白いと思うんですけど、確かに主人公以外は周りは美男子しか出てこない感じ。あれみたいな、鬼滅の刃の主人公が女みたいな感じです。そうでもない。はい、そんなところで、こんな漫画を読んだようなコーナーでした。そんなコーナーあったの。